勝利おめでとうございます。おめでとうございます。本日の試合の振り返りと次の試合の意気込みをお願いします。まあ今日の試合はまあ前半はまあ押し込まれる時間だったり、まあそれでもまあチャンスはあったんですけど、まあ決めきれないことがまあちょっと苦しく、自分たちが苦しくなることになって、まあ後半も立ち上がりにまあビッグチャンス何本かあって、まあそこでまあ決めきれたらもっと試合を楽に進められたんですけど、まあ後半からまあ途中で出たまあサニーがまあ決めてくれたんで、まあそこでチームとしてまあ勢いがついて、まあ2点目のかけるがまあ決めれたと思うんで、まあ次回はもうリプレイスで、まあやっぱまあここに来てるチームはどのチームももう気を緩められないので、まあ一試合一試合引き締めていきたいと思います。ありがとうございました。